ブンブン、ハロー YouTube、どうもマサルです。今回は少し面白い電源タップを購入しましたのでご紹介したいと思います。それがこちら、サンワサプライから販売されている電源タップになります。面白いというのは何が面白いのかというと、こちら、電源タップではありますが、USB ポートを搭載したモデルになります。ですので、この電源タップであれば、いちいちスマホの充電をする際に充電器を接続しなくても、こちらにケーブルを接続すれば、この部分から充電することができるというタイプになっています。この種の製品はこのチャンネルでも何度もご紹介してきましたが、なぜあえてこの製品をご紹介したかと言いますと、まず一つは、AC 接続をするところが6個口。要は、コンセントのプラグを接続するところが合計6個あります。さらに、そちらに個別スイッチが付いていて、各コンセントのところの電源をオンオフすることができるだけではなく、この種の製品は割とこの個別スイッチに電球を搭載しているモデルが多いんですが、使っているうちに電球は切れてしまうことが多く、そういったことを防ぐため、この製品は LED スイッチが搭載されています。さらには、6個口で USB 充電も付いていながら、ケーブルの長さが、こちら、3メートルという、とても長いタイプになります。実は今ご紹介した上限、6個口 USB ポート付き。この条件で、ケーブル長が3メートルあるというものは、なかなか他社を探しても選択肢がなく、そんな中、今回は、国内メーカーであるサンワサプライからこちらのモデルが発売されていることが分かりましたので、あえてこちらを購入しました。ですので、それと同じように、たくさんの電気製品を接続したいという方、さらには個別スイッチも電球の切れが心配ない、LED タイプの個別スイッチを搭載して、なおかつ、USB 充電ポートも搭載してもらえる、そういったモデルで、ケーブル長が長いモデルというと今までほとんど選択肢がありませんでしたが、このモデルが発売されていましたので今回購入してご紹介することにしました。では早速開封してもう少し細かいところもご紹介していきたいと思います。セット内容としては本体、そして机などに貼り付ける際に使う両面テープ付きのマグネット。こういったものも付いています。では本体の方をもう少し詳しくご紹介します。まずケーブルにつきましては、今ご紹介した通り3メートルととても長いケーブルが付いています。先端の壁のコンセントに接続する部分は、このようにコンセントのプラグ、角度を交換することができるタイプになっていますので、狭い場所ではこれに L 字タイプにして使えばいいかと思います。そして肝心の本体側としましてはこんな感じ。まず USB 充電ポートの方からご紹介します。USB 充電ポートとしてはこんな感じで、USB A 端子、合計 3.4A 出力まで可能です。合計が 3.4A ということで、2つのポート、同時に接続してスマホの充電を行っている場合は、この電流値が下がりますので、その点は注意が必要です。あくまで USB A ポートで、パワーデリバリーには非対応という注意は必要なものの、スマホなど小型機器の充電には全く問題なく使える十分な出力を出すことができます。そして、実際に家電製品などを接続するプラグ部分につきましては、まずこの一つ、今映している映像で言うと、右側、一番右側にあるこの一つだけ、隣からやや距離を置いて配置されています。なぜこのような距離が入っているかと言いますと、大きめの AC アダプターなどを接続する際に、どうしても隣と干渉してしまいますので、あえてこのように距離が取られています。そしてその隣からは、同じ電源ポートが合計5つ、すべて合わせますと合計6個の電源ポートがあります。それぞれに個別スイッチがあるほか、あとは一番左にこのようなスイッチがあります。これは一括スイッチとなっていて、接続しているすべての電気製品への
給電をストップしたいという場合は、このスイッチを切れば、いちいち個別スイッチを一個ずつ切っていくことなく、このスイッチで一括管理することができるというスイッチになっています。それからこの製品は、いわゆる雷ガード機能も付いていますので、突然の落雷などに建物が停電した場合、一時的に大きな電流が流れてしまうんですが、そういった電流をこちらでカットすることによって、落雷による家電製品が壊れてしまうというのを防ぐことができます。基本的にはこういった電源タップを購入する際は、この雷ガードが付いているものをお勧めします。ということで、一見すると外見的には普通の電源タップのように見えるこちらの製品ですが、USB-A ポートも付いていたり、合計6個口、スイッチは電球の切れが心配ない LED タイプ。さらにこの6個口 USB-A ポート付きでありながら、このケーブル長は3メートルと長いケーブルが付いているなど、こういった条件で他社のメーカーで探してもほとんど選択肢がありませんが、信頼できる国内メーカーからこの条件にマッチする使いやすいモデルが販売されていましたので、今回はこちらを購入しました。実は数ヶ月前にもこのモデル見つけていて購入しようと思っていたんですが、例の感染症の影響なのか在庫が切れているという状態が長く続いていて、やっと先日購入することができました。まあ、それと同じようにたくさんの機器を接続したい、 USB 充電もしたい、そういう方でなおかつケーブル長が長い電源タップを探しているという方などは、このモデル特にお勧めできるのではないかと思います。なお今回はこの USB-A ポート付きのものをご紹介しましたが、違うメーカー、例えばマサルが過去に購入した電源タップで言いますと、アンカーの製品などは USB 部分も A 端子ではなく Type-C 端子、しかもパワーデリバリー対応の Type-C 端子を搭載したモデルというのも発売されています。あれですかね、何か急速充電をすることが目的というのであれば、やはりパワーデリバリーなどに対応したタイプ C 端子付きの方が使いやすいかと思います。ただし、現在のところタイプ C 端子が付いて、たくさんの電源ポートも付いているというモデルは少なく、タイプ C 端子付きはこのポート数が少なかったり、ポート数がたくさんあってもスイッチが付いていなかったりというものがありますので、やはり無難な構成、各ポートに一つずつスイッチがついていて USB 充電もできるというモデルはまだ少なく、そういった中でこの製品などはベストな選択肢になるのではないかと思います。ということで今回は国内メーカーサーマンサプライの方から販売されていますとても便利な電源タップを購入しましたのでご紹介しました。なおこの製品販売ページのリンクにつきましては動画の概要欄の方に貼っておきます。もし興味のある方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。